封鎖について帝国軍のレイブス将軍より次の通り声明が発表されました。ナスカ地方の封鎖は上院式襲撃に関わった人間の行方を捜索するために行っている。影響が大きいことは承知している。全ては市民の安全のためであると理解願いたい。他に帝国軍はオート内での生活の支援も続けていると強調しました。先日までナスカ・クレイン地方を中心に頻発していた地震について帝国軍より次の通り発表がありました。地震の原因は巨神が目覚め暴れ出したことにあった。軍は巨神の討伐に成功し、周辺の被害が深刻になる前に防ぐことができた。この発表によると、すでに巨神はカーテスの大皿内部から。まさかさ、見つかんないとは思わなかったよ。シドニーが言うように周辺の工場に運ばれていればいいが。守ってったのが帝国軍って可能性もあるね。またあのおじさんが助けてくれたりしないかな。アーデン最小か。やめてくれ、期待できるはずがない。だよね。どうする？ひとまずハンマーヘッドからの連絡待ちだ。大事もねえし、しばらく歩きか。あれ、アンブラだ。何かを伝えに来たのか。どうする？相当弾けてんな。そんなにチョコボが好きだったのか。おー、はじめまして。黒チョコボのひなか。このチビがあんなにでかくなるのか。焦るなって。はいはいはい。ノクト大丈夫？腹を空かせていたのかもな。ここで一日を過ごしてると癒されるな。うちに帰ると居心地悪いからな。チョコボ乗りてー。 あ、今普通に流したね。あら、よし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 。あ、チョコボ超かわいい。なついてんな。いらっしゃい。チョコボたちと仲良くしてやってくれ。ギサールはちょっと癖があるからな。ほら、苦手だね。そうか、どうしたの？新しいレシピを思いついたぞ。こりゃ楽しみだな。ギサールはちょっと癖があるからな。ほら、苦手だね。チョコボの餌じゃねえの？人間も食べられると聞いているが。俺はいいわ。よく来たね。プロンプトやってけよ。あのね、チョコボ用ですから。
レンタル料少し安くならないかしらね。もうちょっと気軽に借りたいよな。おい、道は規制はどうなった？変わんねえっすよ。見ますよ。いつ通してくれるんだ奴らは。食べ物にしても困ってるわよ。そっか、入荷できないから売ってないんだ。解除してもらわないことにはね。早くオート人が捕まればいいけど。あれ、地図だ。地辺を示す地図か。じゃ探してみるか。今度も切れ端かな。妙な遊びだな。拾ったよ。
ギサールはちょっと癖があるからな。ほら苦手だね。レンタル料少し安くならないかしらね。もうちょっと気軽に借りたいよな。ケンティアナ、成績を背負いし王よ、雷神の啓示により力を宿しなさい。成績を取り戻すためにカンナギは、ルナは無事なのか。雷神のもとにルナ・フレーナは受け絵を終え、紅葉の指輪とともにスイートにて待つ。早くお会いなさい。あの方は神の使い、つまり神話のカンナギを支える存在だ。ほう、でかい話になってきたな。俺は無事だって。待たせて悪いな。もうすぐだ。必ず会いに行く。そう伝えてくれ。人間の長い繁栄のためにと、クリスタルが与えられたのです。でも、クリスタルは王都にあるよ。なんで僕たちだけが使ってるの？使っているだけなのではなく、王がクリスタルを守っているのです。守ってるの？お父さんが？はい。そうだったんだ。クリスタルは真の王を選び力を与えます。歴代のルシス王たちはその時を待ちながらクリスタルを守り続けてきたのです。僕が選ばれたんだよね。はい。クリスタルから力を得た真の王だけが星を脅かす敵を倒すことができるのです。でも僕にはそんなこと。カンナギの私が全力でお助けします。え？カンナギには王を支える使命があるのです。そっか、やってみる。僕が必ずやっつける。ノクティス様。ノクティス、お聞きなさい。王を導くためこの声、天と地を結ぶ強き光、それは雷神の力。光のもとへと向かいなさい。指輪がルナ・フレーナ様のもとにあるならひとまずは安心だな。お会いできるのはオルティシエ？ああ、船の出会いが必要だ。カイムの港が今も使えるなら。昔の隠れ港か。よし、準備させよう。イリスに連絡しておくぜ。さーて、俺たちは雷神にお参り。また神様来たよ。これレガリアのありがたみがわかるな。安心感が違うよね。家みてえなもんだからな。ああ、
なんで昼間から道通れないわけ？帝国軍は安全のためって言ってるじゃん。だから昼間なんて安全でしょ。死骸もいないうちから何してんのよ。いいねチョコボ、癒される。へえ、ああいうの趣味か。趣味ってさ、なんかそれ語弊ない？そうか、俺はしっくりきたぞ。なんであの人、ノクトの手助けしてくれんの？ゲンティアナか？あれ、神様なんだっけ？24しな、六神の使い。へえ。ねえ、もしかしてゲンティアナさんって年取らない？おそらく食べられるな。力を得たら
今度は水神か。おそらくはルナフレーナ様もそう動いてくださってる。水神とも儀式あるんでしょ。心配だね。なんであの人ノクトの手助けしてくれんの。でゲンティアナか。うん、あれ神様なんだって。ウリ24時間独身の使い。へぇー。でっはっでやだよっよし、これでダメージが取りやすくなった。攻めるノクト。わかった。でよし、勝った。決まってよかったな。ねえ、もしかしてゲンティアナさんって年取らない。ああ。はあ、すっげえ。おい、ノクト、頑張りますか。俺と手合わせしてくれ。
しかし神の力なんてもう授かれるんだな。間近で神話に触れることになるとは思わなかった。王都を出ただけで新鮮だったのにね。こんにちは。怪我の具合はいかが？誰？ゲンティアナ、六神の使い、ルナフレーナから聞いていない？これだ。でもよく知らない。ちょっと聞いただけ、ルーナに。ん？ルナフレーナに？そう、ルナフレー。仲がいいのは良いこと。カンナギと王は常に共にあるべき二人。この世界を守るという使命のために。今のはゲンティアナとゼネブライの。雷神は王への啓示を待っている。急ぎなさい、雷神のもとへ。帝国は王を恐れている。この地の道すべてを力で封じるほどに。どうしたの？また頭痛？ゲンティアナの声がした。神に通じる能力か。巨神の時の頭痛と同じなのかもな。オッケー、やるね。うり。これでダメージ取りやすくなった。攻めるノクト。わかった。やるじゃん、プロンプト。はぁ、俺生きてる。今すっげー焼肉食べたい。啓示を受け、独身の力を身に宿す。
それは成績に選ばれし王の使命。またか、なんだって。クリスタルに選ばれてんだから頑張れって売ったら金になりそうだな。うれ終了はあ、ほっだあれ手早くてもよっはいはいせはっせっへいこれで決めようじゃせいへいなはいせいよだへい行け行くぞ受け取れへいなせいサンキューへい俺が引きつける。そっちだ。絶好調やっやっせいさらっあれやっあれやっあれほっした方がいいんじゃないか。うん。夜は危険がいっぱいだから、今日はそろそろ休もうよ。